ある冬の夜、ヘンリーの機関士が言った。明日は早いぞヘンリー。特別列車フライングキッパーを引っ張ることになった。キッパーをうまく引っ張ったら、トップハムハット卿は俺たちに急行を任せてくれるかもしれないぞ。やったー、楽しみだな。港にはいろんな船が出入りする。客船もあれば貨物船や漁船もあった。漁船は積んだ魚を波止場に下ろす。魚の一部は町の店に持っていかれ、残りは港の駅から特別列車で遠いところに運ばれる。その特別列車を鉄道員のフラインキッパーと呼んでいる。朝の5時、ヘンリーが駅に着いた。雪が降り、霜が降りている。男たちが威勢よく魚の箱を積み込む。ドアが閉まり、車掌が緑のランプを灯した。さあ行くぞ、真面目にやれよ。ヘンリーは貨車に乗った。貨車はギシギシと動き出した。往来往来、いいぞ、その調子その調子。朝の冷たい空気に白い煙が流れ、釜の火が明るく輝く。信号が見えたので、機関士は困ろうとした。ところが手前の信号は何もついていない。安全だヘンリー、行くぞ。しかし実は対比線に入るポイントが雪のせいで凍っていて、手前の信号がつかなかったのだ。ヘンリーはそれを知らずに対比線の方に進む。対比線では貨物列車がキッパーの通過するのを待っていた。貨物列車の機関士たちは車掌車で休んでいた。そろそろキッパーが来る頃だぞ。まあ待てよ、こりゃうまいココアだぜ。でももう機関車に戻らなくちゃ。やれやれ。ところが彼らが外に出た途端、ヘンリーが猛スピードで対比線に入ってきたんだ。列車は吹き飛び、ヘンリーは横倒しになった。ヘンリーの機関士たちは衝突寸前に外に飛び出したが、ヘンリーは動けずに呆然となっている。ハット卿がやってきた。すみません、信号がついてなかったんです。気にするなヘンリー、雪と氷のせいだ。お前を修理工場に出そう。そして大きな釜を持った新しい型の機関車に作り直してやる。きっと別人になった気がするぞ。もう特別の石炭もいらない。いいと思わんか。もう。ヘンリーは疑わしげに答えた。ヘンリーは工場が気に入った。そしてとても元気になって戻ってきた。大勢の人が新しくなったヘンリーを一目見ようと待ち構えていた。かっこよくなった彼の姿を見てみんな万歳三唱をした。ありがとう。でも謝らなくちゃいけない。なぜって子供たちがヘンリーを見ようとして学校に遅刻するから。ヘンリーはしょっちゅう急行を引っ張るようになった。とても調子よく走るのでゴードンがやきもちを焼いている。その話はまたこの次にしよう。